ハニュー世界を魅了するスケートスターの裏に潜む衝撃的な人間ドラマ、フィギュアスケーターのハニューさん、27、がテレビ番組で見せた変わらない礼儀正しさが、中国のファンの間で反響を呼んでいる。ハニューさんは、テレビ朝日の特別番組、ハニュー感動をありがとう終わりなき挑戦の収録後に見せた言動が注目を集めています。この特別番組は、 今年7月23日に地上波で放送され、その後、CS チャンネル2でも放送されました。番組収録後、ハブさんは共演したタレントやアナウンサー、さらには裏方の番組スタッフにも一人一人丁寧に頭を下げてお礼を言いました。さらに、編集もよろしくお願いしますと声をかけ、スタジオを出る際にも再び共演者らに手を振りながら感謝の言葉を述べました。 その後も周囲のスタッフに会釈をしながらスタジオを後にしたのです。このハブさんの行動に対して中国のファンからは感動の声が上がりました。一体何度お辞儀をしただろう。彼は私が見た中で一番礼儀正しい人。彼の礼儀正しさは一丁点。礼儀は満点のハブくん。どこまでも誠実で謙虚な少年。これが自然に溢れ出る彼の教養。美貌と礼儀を合わせ持つハブくん。彼の最もすごいところは 絶対に感謝の心を忘れないところ、彼の優しさと謙虚さにいつも感動させられるよといった声が上がりました。ハブさんは中国でも絶大な人気を誇っており、その理由の一つには彼の礼儀正しさがあると言われています。今年2月の北京冬季五輪でも、ハブさんがリンクで製氷の手伝いをしている最中に、ボランティアが別の製氷員を紹介した際、ハブさんはとっさにかぶっていた帽子を取り、 紹介された方に渡しました。この一連の行動が中国の SNS 上で話題となり、なんて礼儀正しいんだと大きな反響を呼びました。羽生結弦さんの礼儀正しい態度は、彼のキャリアだけでなく、彼自身の人格や価値観に根差していると言えるでしょう。彼はスケート技術のみならず、常に他者への尊敬と感謝の念を持ち、謙虚さを保ちながら努力を重ねてきました。そのため、 彼のファンは彼のスケート技術だけでなく、彼の人間性にも魅了されています。ハブさんの礼儀正しい態度は、彼のバックグラウンドや教育環境にも関係しているかもしれません。日本の文化では、礼儀正しさや謙虚さは重要な価値とされています。ハブさんは、日本の文化に育まれながら成長し、それを自身の人生や活動に取り入れてきたのかもしれません。また、ハブさんの礼儀正しい態度は、 彼のファンとの関係構築にも寄与しています。彼は常にファンへの感謝の気持ちを示し、彼らとのつながりを大切にしています。これにより、ファンは彼を支持し続け、彼の成功や挑戦に対して熱狂的なサポートを送ることができます。羽生ゆずさんの礼儀正しさは、彼が持つ人間性の一部であり、彼の成功の要因の一つでもあります。彼の姿勢は多くの人々に感銘を与え、 彼のファンを魅了し続けています。今後もハブさんの活動や競技に注目が集まり、彼の礼儀正しい態度がますます多くの人々に広まることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。